今日もライオンズナイトをお聞きいただきましてありがとうございました。解説の苫下健二さんとお送りをしまいりますが、苫下さん、やかってよかった、ね、さよなら見れた、さよならホームラン、ね、いやー、うん、もうこれ以上ない終わり方ですね。いや、長谷川の先金の一発振り切りましたね。いやー、これはもう増田達志守護神が今日はもう長谷川選手に明日かなんか本当に美味しいものをおごらないといけないじゃないですか。いや、何か美味しいものをおごってあげないと。おごって、いや、おごったらそうですね。もうね。ね。でもこれ以上の勢いの勝ち方で、明日も一気にカード勝ち越しいきましょう。そうですね。この勢いでいってもらいましょう。そうですね。いや、今日はロースコアの中、本当にライオンズよく戦ってくれました。もうこれで美味しいお酒が我々飲めそうです。終わったばっかりで飲めまだ飲めないそういうことも考えちゃいけませんね。はい、もうちょっと我慢します。というわけで解説の苫下健二さんでした。ありがとうございました。ライオンズ勝ちました。